ですね。うん。生誕の前に仕事頑張ってくるね。了解。いやもう今日はね、もう生誕ありますけど、もう本当にコールとかね、来ていただく方はコールとか、もう特に盛り上がってるみたいな、盛り上がりを演出と言いますか、私だけじゃなくてみんなにトークとかでなんか言ったら面白くなくてもあはははとかって笑ったり、よくわかんないことになってもおーみたいな感じで拍手したり、ほんとマジつまんなくてもイエーみたいな、そういう感じでやる一日になったらいいなと思います。うん。そうでね、755の方に、私の755のアカウントの方にみんなのキャッチフレーズ のみんなで言うところとかをまとめたやつを載せといたので、まあ、合ってるかちょっと分かんないんですけど、ぜひ言ってくれたら嬉しいなと思います。うん。はい、だってよろしくお願いします。で今日は生誕なんですけど、まあ、昨日ねあることが発表されたんですけれども、皆さん存じ上げてるかな、清水マリアさんとのファンミーティング開催、イエーイイエーイ。そう、ファンミーティング開催が発表されました。6月4日に開催されます。もうほんとね、結構ずっと前から計画してて、そうやりたいねってずっと言ってて、うん、グッズはねまだ会場のチケットは受け付けてないんだけど、グッズの方はもう受付開始してて、会場に来る方々にも間に合うように発送されるので、これちら安いですね。うん。そう、でも結構前から決めてて、本当は2月にやりたいって言ってたんですよ最初。なんかマリアのね卒業を知らない時から私はだから、そのイベントを企画しててずっと、そうで、そうマリアの卒業って知らなく時からずっと計画してて、でマリアの卒業を聞いた時に、あーって、え、そうなんだってなって、そうだから卒業発表する前に、そうこのイベント、そうやりたいねみたいな、なんか卒業発表した後だったらさ、なんか気持ちもね違うし、なんかそう早くやりたいねってずっと思ってたんですよ。そう2月にやりたいねって思ってたから、でもなんか結構まあいろいろスケジュールとかが合わなくて6月になって、そうだって、なんかこの前打ち合わせしたんですけど、会場に行って打ち合わせしたんですけど、会場の方と打ち合わせして、え、演者さんですかって言われて、演者さんが打ち合わせに来るの初めてですって言われてなんか本当 YK エージェントってイベントとかに関して本当に脳がないなんて言うんだろう、なんかそういうの本当になんかあれで、だからなんかもう全部そう自分たちでやんなきゃ無理なんですよ。そう
なんか本当だってステージの広さも高さも自分たちで決めて、そう自分たちで企画とかも全部自分たちで決めて、あのグッズの制作の衣装とかも自分たちで買って、そうあノウハウがないのかな、ノーっていうかノウハウ、ステージの広さも決めて、ステージの高さも決めて、企画も決めて、スタッフさんと打ち合わせして、うん、なんか照明はどうとか、なんかそういうのとかも全部、初めても初めてですって言われた。でも私もそこまでやると思わなくて、打ち合わせ行ってなんか企画とかの打ち合わせかなと思ったら、結構そういう制作の内側のそう話になってきて、だからもう本当に大変すぎて、本当にできるのかなってちょっと思うんですけど、そう自分で決めるのすごいやつ、普通は決めないよ自分で。すごいなんか自分たちでね、もうやらなきゃいけないみたいな状況にもうなって、そうでもソロライブの時も結構そういう感じなので、いつもだからすごい大変なんですけど、なんで皆さんぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。でも普通は事務所がやってくれるんだよそういうのって。YK エージェントってなんか本当にそうこれから育ってね、そういうスキルっていうか、そういうの分かる人がいないから、私がソロライブするってなっても音楽のことについて分かる人とかがいなかったり、イベントをするってやってもイベントのやり方を分かる人がいなかったり、もう本当にゼロなの、なんかそういうことをするのが、だから本当に大変で、そうなんか打ち合わせとかしててもスタッフさんとかも一緒にいるけど、なんか全部自分たちがそう話さなきゃいけないみたいな、そうだから本当に大変で、衣装も自分って、もうお題リサイタルもそうですけど、もう自腹なんですよ。もう握手会と同じで、衣装も自腹で、そう衣装も自腹で、もう本当に何かやりたいってなった時に道具とか揃えるのも自腹で、まあ、自腹じゃない時もあるんですけど、そうだからすごく頑張りたいって思うので、ぜひイベントの方はぜひ来てくださったら嬉しいなと思います。グッズ買ってください、グッズお願いします。
グッズかわいいだってありがとう。そう、あれはエクステつけてた時に撮ったから結構髪長いです。あ、当日もグッズは買えます。当日もグッズは買えますって言ってました。まさかのお下げ、そうです、まさかのお下げです。友達と行く予定です。だってお YK イベント楽しみ、お願いします。うん、お待ちしてます。会場はねもう発表されてるので、ぜひそちらの方を見ていただいて、キャパの方も結構そちらでちょっとチェックしていただけたらなと思います。でも3回やるんですよ。1日3回やるつもりでいて、でもそれもね時間的に厳しいって会場に言われたからこの前の打ち合わせで、だからちょっと本当2回になる説もあるんですけど、まあ、今んとこ3部制を予定していて、そういっぱいの方が入れるように、あの待ってます。でも3回とも違うことやる予定なのでお願いします。減ったら察します。減ったら察してください。お便りと会いたいな、だって待ってます。ネイル変えました。昨日までチームエイトの紺の色だったけど、あのオーロラに変えた。オーロラネイル。オーロラにした。ネイルに合ってる。イエーイ。いい色。イエーイ。今日の朝ごはんはアボカドでした。アボカド。来た、だって本当だ。
今日楽しみですだって。そう、頑張ります今日。用事終わったんでこれから向かいますだって。秋葉原、イエイ、秋葉。5月10日、ね、仕事早く切り上げないと。もうぜひ仕事早く切り上げてください。キャンセル待ちの方もいますか？いるかな。ロビカンとかまだある、あるよね、ロビカンって。今もあるよ、だって。ロビカン、全速力で仕事してるって。仕事すごいスピーディてか今さ、なんかコラボカフェやってんだね、 AKB のコラボカフェやってるみたい、 AKB の。私も、まあ、一応選抜なので今回のシングル、なんか私のコースターとかがあるっぽい。まあ、料理とかはプロデュースしてないんだけど、私料理プロデュースするのが結構昔からの夢で、アンダレカフェ、あの AKB ポテトカフェでさ、みんなメンバーとかがさ料理とかプロデュースしてたやん。あれにね、やるのがちょっと夢だったんだけど、全然できず。で、カフェもさ、今回またできたって思ったら、全然プロデュースはしないやん。だから、そう、できないんだけど、ぜひ皆さん、あの、カフェ行って私のコースターゲットしてきてください。昨日コンビニにさ、味噌菌をさ探しに買いに行ったらさ、売ってなかった。もう味噌菌っていうのは、あの YouTuber のヒカキンさんがプロデュースしたラーメンが昨日発売で、味噌菌っていうカップラーメンが昨日発売だったんだけど、もうどこも売れ切れで、もうコンビニに、ね、なかった。味噌菌っていうなんかあの値段表はコンビニにあったんだけど、味噌菌自体がなくて。そう、食べたかった。しかもなんかその味噌菌のご飯の方がめっちゃ美味しいらしくて、ラーメンも美味しいけど、ご飯もご飯なんかリゾットみたいなやつもあって、それがめっちゃ美味しいらしくて、食べたい、めっちゃ。昼にはもう完売してました。早っ。食べたい。生誕祭おめでとうございます。ありがとうございます。コラボラーメン出したいね。私もコラボラーメンやりたい、めちゃくちゃ。なんか私、指原の乱っていう指原さんの番組をめっちゃ見てたんですけど、
そこで指原さんがラーメンをプロデュースしたじゃないですか。なんかそれがすっごい羨ましくて、 AKB48 に入ったら指原さんぐらいのレベルになったらラーメンをプロデュースできるんだって思って、すごっと思って見てたんですよ、ずっと。だから私もラーメンをいつかプロデュースしたいなと思って、だからそのねラーメンの回見すぎて、でファンの顔と名前覚えた、その出てる人たちので、さ私のね握手会にその指原の欄に出てたファンの方が来てくれて、えって、え指原の欄見ましたとかって言って、そうみたいな感じになって、そうもう見すぎて、指原の欄の特にラーメンの回が見すぎて、うん、いつかラーメンねやってみたい。食べに行ったの懐かしいなって、え食べに行ったんだ、いいな。辛いの好きだって、辛いのあんま好きじゃない、味が濃いのが好きかな、濃い味が好き。なんかこの前さ、みなとみらい付近に行った時にあの握手会お話し会の前日、え吉村屋って、そういえば吉村屋っていうね、あのすごい美味しいラーメン屋さんがあるんだけど、そこが移転したの。だから行きたいなと思って、私前に行った時は20分か30分ぐらい並んで食べたんだけど、まあ、そんぐらいだったら並べるかと思ってツイッターでね調べたの、吉村屋って。そしたら2時間待ちだった、吉村屋ディズニーだ。そうディズニーやんって、そうもう2時間待ってる間にお腹空いて倒れちゃうって思って、そうさすがにもう行かなかったけど、食べたい吉村屋、うん、20分ぐらいなら並ぶんだ、だって並ぶ、まあ、そんな頻繁に並ぶようなとこ行かないけど、吉村屋だったら20分だったら全然並ぶ、うん。だって20分だったらさ、音楽聴きながらさメール打ってたらもう20分あっという間、20分間で音楽聴きながらみんなに送るメールを打って、そうそれでもう20分経つ、うん、
いな。家系ラーメンってさ、何ですか？その人らしいラーメンってこと？その人の家の感じが出てるラーメンってこと？それずっと思ってた。だって、え、それの何、家系って、味が濃い独特のラーメンだって。本当？家系豚骨醤油系ラーメン。家系は豚骨醤油味のラーメンだって。ええー。二郎系はわかるよ。二郎系は。でも家系っていう、なんか家っていうさ、その言葉の意味がさ、いろんな意味を含ませてるから、家系ってなんだろうって思っちゃう。うん、吉村屋から始まったから家系。え、吉村屋っていう美味しいラーメン屋さんがこうやって展開、吉村屋さんから始まったラーメンがこうやってどんどん広がってって、その派生のラーメン屋さんが家系ラーメンってこと。吉村さんが東京醤油ラーメンと九州の豚骨ラーメンをミックスして生まれたんです。強い吉村さん。吉村屋2時間待ち出ずにやんとかって言ってたけど、結構すごいすごい人、家系の長なんだ。全然家系ラーメンっていうお店とかで食べたことあるけど、なんか私本当に味が分かんなくて、なんかこの前めっちゃ好きなラーメン屋さんがあるんだけど、いつも特製ラーメンっていうの食べてたから、なんか何ラーメンか分かんなくて、でもそれが醤油ラーメンだってこの前知ったんですよ。結構何年も食べてたけど、何ラーメンか分からずに、もう美味しいからずっと食べてたんだけど、特製って書いてあったから、まあ、ラーメンだって本当この前知ったレベルで、なんか何ラーメンっていう、あの、わからない、わからない、なんて言うんだろう、ラーメン、そう、種類分けがわからない、塩ラーメン、醤油ラーメン、味噌ラーメン、そう、京香ちゃんとね一緒にラーメン食べた時も美味しかったけど、何ラーメンか分かんなくて、なんかとりあえず、そう、美味しかったねって、そう、京香ちゃん食べてて、でもこれって何ラーメンなんだろうって言ってて、え、分かんないですって、だよねって、美味しいねでもって言ってた。
ラーメン食べたくなってきたって、それな、私もラーメン食べたい。麺は細いの太いの縮れてるの好みありますか？細いのが好きですね。でもツルツルっていう麺よりなんかツルツルじゃない麺の方が好き。固めとか指定する？しない。アルデンテでとかってあんま言わない。うん。そろそろ配信終わろうかな。皆さん今日は生誕祭なので、ぜひぜひ来てくれる方はすごいたくさん楽しんでいただいて、配信で見てくださる方も楽しんでいただいて、今日は楽しい公演になりますように。ということで、じゃあ最後におランキングを見たいと思います。いきます。13位ロッピー、12位ケンキザキ、11位経験3500、10位看板屋、9位 YSA73 アットハッピーバースデー、8位ごめん先生、7位日野と、6位慎吾、5位筋肉愛好家、4位マッカーシーアットおだし、3位クマティ、2位美穂、そして1位はユーシー。ありがとう。ということで、じゃあ本日の配信はこれで終わりたいと思います。また後で。生誕祭よろしくね。バイバイ。